朝日岳は北海道上川郡東川町にある火山である大雪山連峰の手法で標高2291メートル北海道最高峰標高は従来2290メートルとされていたが2008年国土地理院により2291メートルに改定された山頂には一等三角点、景拓津があるまた気象庁により 大雪山として、活火山に指定されている。大雪山が、お八大ラカルデラを形成した約3万年前の、活動以降の約1万5千年前から活動を、開始し、噴出物の分析から4つの活動期に分けられている。最近3000年間では顕著なマグマ噴火は起こって、いない。東川町の朝日岳温泉から、姿見の池まで、大雪山朝日岳ロープウェイがあり、 比較的手頃な登山が楽しめるとあって、多くの登山者が訪れる。姿見の池付近はなだらかで、高山植物が広がり、本州では3000メートル級の山にしかないような植物を見ることができる。また運が良ければ、シマリスの観察もできる。しかし高山であり、夏でも天候が急変すると低体温症による死者が出るほどであることから、 天候の急変に備えて非常用装備や秋の北アルプス並みの服装が必要とされる。頂上付近は急坂の岩場が続くが、道の目印となる金庫岩と似た偽金庫岩があることもあり道に迷いやすい。1989年の SOS 遭難事件も、ここで道を間違えたと言われている。かつてここを北海道道212号旭川大雪山、 総運京線で貫く計画があったが中止となり、2000年に、堂々は、完成部分でに分割され、北海道道線1 6 0号朝日川、朝日岳温泉線と北海道道線1 6 2号銀、泉大山となっている。ありがとうございます。